今回の旅は福島県。旅の始まりのワクワクをご一緒にどうぞ。この飛行機が到着する福島空港はウルトラマンがたくさんいます。それはなぜかというと、ウルトラマンの生みの親、特撮の神様、円谷英二氏が福島空港のある須賀川市に誕生したからです。ウルトラマンを通じて子どもたちに夢や希望を持ち続けてほしいと、撮影などで使用されたウルトラマンやジオラマなどの常設展示がしてあります。車窓から見る風景がまるで日本昔話のようです。郡山駅に到着。郡山ではお楽しみがあります。厚切りで手のひらサイズのパンに白いミルク風味のクリームをたっぷり塗った郡山市発祥のご当地グルメ、クリームボックスを買いに行きます。郡山駅からテクテク歩いてやってきました。10分以上はかかりました。ありましたありました、これがクリームボックスです。漫画家の高木直子さんが書いてる福島編にクリームボックスが紹介されていまして、それを読んで食べてみたくなりました。これです。私は大友パン店さんのクリームボックスを買いましたが、他にも発祥の店であるロミオさんとかいろいろあるので食べ比べてみるのもいいと思います。想像していたよりもサイズは小さかったです。白いミルククリームがたっぷり乗ってとっても美味しかったです。また食べたいなと思いました。電車に乗って会津若松を目指します。磐越西線は福島県郡山駅から会津若松駅を経由して新潟市秋葉区の新津駅までを結ぶ JR 東日本の鉄道路線です。郡山駅から1時間10分ぐらいで会津若松駅に到着です。赤べこがお出迎えしてくれました。
赤べこは会津地方の張り子の郷土玩具です。赤色は魔除けの効果があると言われており、昔から子供が生まれると赤べこの人形を贈る習慣があるそうです。はい、こちらが会津若松駅前になります。それではホテルに行ってみましょう。予約したと思ったホテルに行ってみると違っていまして、こちらのグランドホテルになりました。名前が同じでした。こちらのホテルは街の中にあって、どこに行くにもとても便利が良かったです。それではお部屋に行ってみましょう。どんなお部屋なのでしょうか。一人旅には十分な広さです。女性専用のお部屋です。女性客をターゲットにしてあるだけあって、きめ細やかなサービスがいっぱいです。ドライフルーツの果肉の食感もあって甘酸っぱくて美味しかったです。福島といえば喜多方ラーメン。喜多方までは足を伸ばせなかったので、ラーメン屋さんを探してこちらにやってきました。ここのラーメンは醤油ラーメンが3種類あるようです。鶏と豚をベースにした中華そば、煮干しを使った品そば、チーユが決め手のラーメン。私が選んだのは煮干しを使った品そばです。あっさり味の煮干しスープが美味しいです。麺は喜多方市の製麺所である朝日屋食品さんの中太麺です。チャーシューは私好みのトロトロ系です。会津ラーメンも喜多方ラーメンもスープは豚骨、鶏ガラ、煮干しなどを使ったあっさり澄んだ醤油味が主流です。餃子は手作り、あんがとってもジューシーで美味しいです。とっても立派な建物で取り壊すのがもったいないなと思いました。会津藩の武家料理が庶民のご馳走として広まった郷土料理です。冠婚葬祭で必ず振る舞われます。郷土料理の小汁をいただいて元気に2日目スタートです。次回は戊辰戦争で約1ヶ月の激しい攻防戦に耐え、難攻不落の名城として知られた鶴ヶ城へ行ってみたいと思います。どうぞ次回もご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。